それはそれでなかなかの恐怖だ。新聞記者は結局、何かの果てに頭だけになって、それは薄暗闇の中、地面に転がっている。しかし、それはまだ呪詛というか、不平。それをその場で低くうなり続けていて。そしてふと目を離すとそこにない。周囲を見る？すると、暗闇の向こうから呪詛とともに、頭だけが飛んでくる。その先で何かできる。わけでもない、だろうしかし。そういう可能性、今もそれは、その場で発し続けてる。伝説としても、平将門の首、というものは残り、奇妙な怨念の存在それは、不意に存在感を見せたりはする。天皇に対して反旗を翻した存在だ。いわゆる、中華思想の皇帝、その一つかもしれずそれは独裁性あるところ、ほぼ必ず現れ、世を乱す元にはなる。大賀さん、その存在は、根本的にはそれを消しうるはず、だが、人の